圧倒的パフォーマンスを誇るストリート最強を叫ぶお前は天使か悪魔か。6年の歳月をかけてアドバンネオバ AD08 コール。2008年12月、筑波サーキット。雨が降りしきる中、1台のマシンが新型ネオバのために用意された。マシンはウェッズスポーツスープラ、500馬力を誇る FR スーパースポーツ。ついに姿を現した新型ネオバ AD08 は、前作 AD07 誕生から6年の歳月を費やし、横浜タイヤが世界のコンペティションで培ってきた最新技術が投入されている。ロールアウトを担当するのは横浜のエース折戸学。コースはあいにくのフルウェットとなったが、折戸は感触をつかむため積極的にコースイン。トラクションかかるもん。もちろんね、滑るんだけど、トラクションのかかりが半端ないよ。予想以上に早くグリップを得られることを感じ、降りしきる雨の中、折戸がタイムを出しに行く。新開発のコンパウンドがこの冷たいウェット路面でも素早く発熱し、そして高いグリップを発揮。さらに改良されたコンストラクションが優れた安定感とトラクションをもたらしているという。他の車が走行を見合わせる悪条件の中、タイムは12秒台をマーク。手応えあり。いや、新しいネオバ、このウェットの中、本当にグリップが高いんで、とにかくブレーキング、トラクション、強いて言えば一番は、ね、横方向の降下重がこの雨の中でもバチッとステアリングが重くなるぐらいグリップがあります。ドリフトはですね、僕ぐらいのレベルだとこの雨の中逆にグリップしちゃってできない。本当にこのタイヤに合わせたいろいろセッティングをもう変えないとダメなぐらいタイヤのグリップは高いですね。なおかつ摩耗も非常にいいんで。チームオレンジランサー、 AD08 のドリフト性能を試すべく持ち込まれた。ドライバーはもちろん熊久保信重。今回初めて、AD08 をこの D1 カーに履いて、でしかもこのウェット状態で走ったんですけど、まだAD07 のままのセッティングで、車を持ってきて今日の朝タイヤだけつけたんですけど、正直タイヤに負けちゃってます。だからセッティングをもうちょっと煮詰めていかないと、ちょっときついのかもしれませんけど、ただこの雨の状況でドリフトをすると全く怖くないんですね。かなり安心して走れますの で、 これで足も煮詰まってきたら多分無敵っす。この AD08 を、来年ね、味方につけて、ますます激しい走りとハイスピードの走りができるようになってくると思いますので、ぜひ、自分も期待してますし、皆さんも期待してください。今回は本当はドライでですね、グリップ、ドリフト両方とも新旧の比較をねする予定でしたが、残念ながら今日雨になってしまいました。ただ雨の中でも、非常に高いパフォーマンスを、07よりも発揮することが再確認できました。グリップが高い、このステアリングに触るインフォメーション、ステアリングがねこの雨の中でも非常に重い。ブレーキを安心して突っ込めるし、一番ねすごいのはやっぱトラクション、それと、横方向最終コーナーなんか入ってくるこの横方向のグリップ感が非常に高いです。次回はですね、ちゃんとドライで
グリップ、ドリフトちゃんとした比較をしたいなと思います。いよいよ皆さんの前にニューアドバンネオバ AD08 レビューいたします。すごいです。ウェットでもこの実力、ドライでのテストが楽しみだ。